お前らから小脳博士を守るためだ。早くしろ。小脳狙ってんのは黒岩だよ。あんたら騙されてんだって。あいつを止めろ。あいつが小脳、銃を持ってんだ。ワッパかけろ。ああ。カイトさん、黒岩は研究棟へ向かってる。目的地は小脳の研究室だ。止めないと。いいけどよ。後のことは知らねえぞ。おお、おお、やっちまったね、お前ら。絶対捕まるじゃないか、これ。やがさん、弁護よろしく。ごめんね、どうにかなるもんなん、これ。いや、黒岩、まあ、そんなん言ってる場合じゃねえな、マジで。黒岩逃がすわけないか。カモ、そっちは後だ。おう、やってます。どけ、お前ら。え？うわ、かっこいい。アベンジャーズやな、ほんまにお前ら。これもうとことんやりきるしかねえな。行くぞ！警察官！おいがやってやれよ、お前ら。どけ、これ。行くぞ。もう後戻りできねえんだよ、俺たちは。バトル！おまりさん、いつも平和を守ってくれてありがとうございます。でも今この時だけは、今この時だけはお許しください。黒岩を止めるためだよ。お前ら発砲されるな、こんなことやっといて。もうほんまもうぐっちゃぐちゃ、もうぐっちゃぐちゃにしろ、お前ら。あれ、めちゃめちゃおるわ、警察官。あれ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 、もうわけわからん、わけわからん、わけわからん。もう一回行くか。おいおい、あれが、くそ、うん、BGM がくそ熱いわ。かわいそう。いや、この人ら悪くないんやけどな。まあ、黒岩に騙されてるだけやけどな。ほら、俺ら行くぞ。いや、多分この後黒岩との戦い控えてると思うから、ヒートゲージ温存しときたいんやけどな。ちょ、ヒートゲージ温存してから、こっからある程度悪いけどやろ。ちょ、杉浦、ちょ、死んどいて。アズマ、早く起き上がれ、お前。わ、こいつ拳銃持ってる。ナイスナイス。お前拳銃なんか持ってんじゃないよ。まあ警官やからいいんか。オッケー。まだおるな。うわ、どんどん蹴る。先行けや、タボ。ここは任せろ。杉浦も行け。大丈夫か。行け。お前が黒岩を止めろ。せやな、エミちゃんの弟である。杉浦も一緒に行くべきやな。お前ずっと黒岩の後ろにおったやつ、なんやねん、お前。お前、黒岩のこと分かった上でついてんのか、そっちに。こっちは急いでんだ。かかってくんならさっさと来い。分かった上でそっちについとるな。すげえステップ組んどるわ。体格ができえな、お前。あれ、何、桜には、なんだお前。いっと、めっちゃ入った。でオッケーで、これでこれ、おら、安心しろ。あとで黒岩にもこれお見舞いしとるわ。おい、これで一気に決めるわ。どうや、
まだ生きてんのか。オッケー。なんやねんお前マジでうぜえな。じゃお前もやってやるよ。だったらうぜえから。おい、あいやれ、体格だけでかくなってやがって。お前、お前ら何のために警察官なって。お国を日本人守るためやろ。その使命を忘れるんやったらくたばっとけ。やべ、銃持ってる。やめろやめろやめなさい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 。杉浦君に手出すなお前。あれ危なかった。時間食っちゃったよ。杉浦君も HP ないよ。虫の木やで。あんた大丈夫？大丈夫か。黒岩のやつここまでやるのか。マジで？なんで警官止めんねん。この扉開かないよ。ロックされてる。吉野本行けんの？ロック。そういえば前来た時にエミちゃんが。そっちの奥は開発研究棟です。ゴールドのカードキーがないと入れません。もうそんな言うてる場合か。ゴールドのカードキーどこかにないか。言うてる場合かお前。非常事態が発生しました。え？セキュリティシステムを起動します。システムの起動に伴い3分後にゲートを完全ロックいたします。え？おい、ちょっとこれマジで言ってんの？猫がいるどっかに。猫探さなきゃ。ゴールドってことは色でわかるんだよね。え、猫探させて。多分外にいると思うんや。あれちゃん、猫おったわ。あれやろ。あった、秒で見つけたわ。ラッキー。頸椎を骨折してる。即死だったに違いない。嘘やろ。アサシンクリードやなお前。こっちはゴールドカードどっか押してない？どっか押してないか。どっか押してないか。もうこいつは調べられんぞ。え、あったこれや、これ。なんだこれは。オッケー。よし。おい、車行くなよ。まだ行くなよお前。借りるよ。あったぞ。これで開けられる。黒岩、なんか遊女に立ち話しとんだお前。おい、外の渡りようか。え、お前、お前ちょ、ふざけんなお前マジで。あいつもむちゃくちゃやなほんま。黒岩、うわ、俺ら塗ってくるよなそれ。え、うわ、待て。それ渡りろうか。壊れたくね。いけるか黒岩てめえ。うわ、あ、完全に、え、道がなくなったよ。うわ、生きてるか八神。杉浦は？やっば。八神さん大丈夫？うわ、めまいしてるわ。脳みそやられたなこれ。あ、駐車場から行こう。地下駐車場の入り口。ああ、こないだ侵入した。そうだよ八神さん、あそこから病棟まで入れたよね。いやでも研究棟にも八神大丈夫か。カードキーもさっき手に入ったし。これ飯食ったところで治らんぞ。じゃあ行くしかないって。黒岩を止めなきゃだな。ほんまに大丈夫？なんやねんお前ら。もうあの惨状を見てまだ止めに来るんか。探偵さん、警備員かこいつら。マシコさんだった。うわ、電気ビリビリのな。てめえこの野郎。見送ったり出迎えたり、あんたも大変だね。今回はお遊びはなしだ。覚悟しろ。ああ、マジか。ボスの連戦やな。あー、曲がってんなよマシコ。おい、なんか銃の音するよ。最悪、マジでうぜえお前。殺すわ。カラーのこれ、バン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 
パンパンパン。なんで病院の警備員が銃なんか持ってんだ。くらくたばれ。お前ら容赦せ。うわ銃の音する、銃の音する。どこや。うわめっちゃ俺やないけ。避けんなよお前、避けんなって。やっべぇ空中いた。おつけおつけおつけ。やばいやばい、あぶな。いた、人たちの行くよ。おれマシコマジで邪魔。お前無駄に HP を。ちょ待って待って待って、マシコに行くべきじゃない、マシコに行くべきじゃない。一旦逃げるわ。やっべ逃げろ逃げろ。オッケーオッケー逃げよう。よしよし、あかぶれ。いやあくそ、マシコ待て。お、置き攻め。うちょやめろお前。大丈夫か次裏。めっちゃ受けんねんけどこいつ、クソうぜ。オブラオッケー、マシコちょっと待っとけよ。拳銃おるな。オブラオブラ待て、来いよマシコ。いけいけいけ、杉浦。おれ挑発。あれ拳で来ちゃっていいの。おい、いやはめろはめろ、はめ殺せ。おれいいぞ、ナイスナイス。おれおいおい、まだ終わらない、三段蹴り。あともうちょっとやな。やっそ、ナイス。いいね、致命傷っちまった。くっそ、もう限界って感じ。でも先を急がないとね。改造スタンガン持ってこうぜ。限界かよ神。ちょっとその顔、うわ流血してる頭から。なんかちょっとめまいがする。あ、やっぱやばかったんや。どうね。わ、嘘やろ。大丈夫、八神さん。頭、結構血が出てるみたいだ。いや、なんか水中におるみたいになってるわ。どうかな。今すぐ死にはしないと思う。今すぐって。見た目よりは余裕があるのかな。じゃあ行こう。え、うわ一人称視点になってる。この状態で黒岩に勝てんのか。あ写真撮れるわ。あめっちゃなんか死にそうなってる。次らポーズ撮ってる場合ちゃうよ。あ笑う余裕あるわ。よかった、写真撮る余裕あるみたいやね。あ登れない、坂を使わないと登れない体になっちゃったよ八神くんが。あもうこの坂がつらい、きついわこのスロープだけでも。え？あ！なんだ？大久保。死体？なんでこんなとこに？過去か。こんなの知らねえ俺。こっから始まったんやな。ふざけ。嫌だよ、誰がやったんだよ。絶対俺が疑われる。無理だ、信じてもらえねえよ。その行動がここまでの悲劇を生んでしまった。でもしょうがないよな。あ頭がグラグラする。一旦横ならん八神なあ。あ杉浦が、さっきより軽いな。杉浦が二重になって見えるわ。ああ八神、え張り切りすぎるともたねえ。新谷先生、刑事弁護は本当信念っていうか正義感、そういうのが試されんだ。地獄から俺を迎えに来たんか。何もなんねえのに。相変わらず不細工やなお前。いいからにしとけって、経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。ありがとうな。
でも俺は止まるわけにはいかんねや。先生、いねえわ。あれ、杉浦、この病院ってこんななんか青かったっけ？なんやろ、俺の視界がおかしくなってんのかな。あ、杉浦、ちょっと待って。早いよ。このフロアだったよね。奥の渡り廊下から開発研究棟に行ける。せやな。お姉ちゃんの職場や。来たことあるか、杉浦。なんかもうぐちゃぐちゃなっとるわ。どこやったっけ、ワックさんの病室。ここら辺やったよね。一番突き当たりやったっけ。ん、エミちゃん。一番苦しむのは大久保さんなのに。杉浦、そこにエミちゃんがおる。彼が本当に無実なら、お姉ちゃんがいるよ。勝てますよ。と言っても俺は、あ、杉浦、今回が初めての刑事弁護なんだけど。え、ごめんな、エミちゃん。ごめんな。民事だと勝ったり負けたりも少し負け越してるかな。そうなんですか、エミちゃん。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。大久保君だけは絶対助け出すから。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのか。エミちゃん、大久保君をお願いしますね、八神さん。あと、よかったら弟のことも。ずうずうしいですけど。エミちゃん、天国から俺に。八神さん、杉浦、さっきさ、その姉貴の声がしたんだよ。あ、いや、空耳にしては生々しくて。なんか聞こえた？聞こえたよ。ああ、後でゆっくり話してやるよ。今はやることがある。え、復活したか。行こう、黒岩を止めるぞ。分かったよ。少し顔色良くなった。めっちゃいい展開。大丈夫や、お姉ちゃんいつだって見守ってくれてる。行くぞ、クソ岩を止めるぞ、杉浦。気をつけろ、杉浦。黒岩も銃持ってるからな。回復しとけばよかったー。絶対これ黒岩線やろ、致命傷止まんまいで。まあ、いいか。一旦今奴がどこにいるかやな。ショーノはこのフロアに避難してなけりゃな。俺、空城城太郎やからよ。つけの領収書っていう、今までモグラにやられてきた被害者の名前全員メモって並べてるんですよ。研究室がある。その分だけあいつにヒートアクション決めます。僕は黒岩もこの辺に。出てこい、黒岩。ああ、多分。え、怖いんやけど。八神さん、ショーノ。え、ショーノ。うわ、レインコート状態や。殺人鬼状態の黒岩や。黒岩、とことん邪魔してくれるな、八神。やめろ。今さら復讐して何になる。ショーノを殺してもお前は復讐？違う。誰がそんなことを。こいつには生きていてもらう。え？何？銃を捨てろ！いや、警告だ。うわ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 。やべ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 。もうターミネーターか、お前。やっ、うわうわうわ。ちょ、黒岩、銃捨てよ。卑怯やって、お前。で、ショーノ大丈夫か。おい、八神さん。杉浦、脇腹いかれてません？やられちゃった。うわうわ、杉浦。エミちゃん、うわ、やばいやばいやばい。黒岩。
同じ人間とは思え。少し待てるか。助けが来られるようにする。矢神さんは黒岩とすぐに決着をつけてくる。ならいいよ、そんな慌てなくて。僕の分までやっつけてきて。わかった。俺たちはあんたを助けに来た。本意じゃねえけどな。こいつを見ててやってくれ。わかりました。しゃあなしやぞ、ショーノ。来いよ、黒岩。まずはその銃の弾を切れさせる。よし、こっからやな。さっさと捨てろ。もうすべて終わりだ。うるせえ、まだ終わりじゃねえ。どういう意味だ。アドデックないんだよ。あの存在がある限り俺は終わらねえ。あんたさっき正野には生きていてもらうって言ってたな。ああ、あいつと俺とでアドデック9を完成させる。やつだってそれを望むはずだ。俺らが助かるにはもうそれしかねえ。助からんよ。そんなことができると思うのか。完成したところで。ああ、できるね。どんだけの人間手にかけてきたよ、お前。心配するな。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやるよ。イカれてんな。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえ。じゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。大久保君をお願いしますね、矢神さん。あと、よかったら弟のことも。ずうずうしいですけど。死んじまったら、その時はお前も目えぐってもらえ。行くぞ、黒岩！